高遊楽図東京国立博物館国宝課課、有楽図中央2000は修理中に、関東大震災に愛称しつ,つ、かの長信上皇3年11月18日は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけて活躍した、狩野派の絵師。江戸幕府御用絵師の一つ、京絵師、岡勝町狩野家などの祖。はじめ源七郎。 あるいは、左衛門の図書数。号は旧白。桃山時代の風俗画の傑作、加賀有楽図表部の作者として知られる。加の松江の四、男として生まれる。兄に、加の英徳、宗秀など。松江晩年に生まれたため、血縁上は老いにあたる加野光の光信、高信より年下である。幼少の頃から、父、松江や兄英徳から絵を習ったと推測される。 両者が相次いで亡くなると、時系宗秀に着いたと思われるが、宗秀も、慶長6年に没すると、更新に従いその影響を受ける。さらに、長谷川東派くら長谷川派からの感化を指摘する意見も、ある。一時、本郷家に養子に出たが、後に、かの家に戻りその家系は、諸子となった。慶長年間京都で、徳川家康に、廃越、ついで駿府に下り、 その五用絵師となった。かの家で江戸幕府に奉仕したのは長信が最初だという。慶長十年頃、徳川秀忠と共に江戸へ赴き、十四人ぶちを受ける。慶長十三年後進がなくなると、かの太夫の側で仮の葉一門の長老格として貢献した。官営期には、二条城、二の丸御殿行行御殿本丸御殿の障壁画制作に参加。 大徳院霊廟画寺二十時、日光東照宮遷宮に伴う彩色にも加わるなど、第一線で活躍し、寛永二年北京二条される。墓所は江戸や中の新行寺。主な作品は下記の通りであるが、二条城二の丸五殿白書院障壁画を、従来は仮の京木筆とされたが、近年は画風や仮の花井の序列から長信とする説が有力である。 また、作者不明の、総王子屏風、伝本田平八郎姿絵屏風、彦根屏風を、かかゆう落図屏風と比較し、仮の派生形に連なる高い画技や表現力、すべて誘惑が、主題、毛髪への異常なほど、執着的な描写、道具類の破綻なく、細部に及ぶ精緻さ、顔形が酷似する、横向きのおかっぱ髪のハゲがすべてに登場する、などの理由から、 長信室とする説がある。長信の長男、旧城正信が、下谷岡千町家を継ぎ、三男、旧窓か清信が、麻布一本松家を別家し、両家とも兵衛氏として、江戸時代を通じて存続。同じく兵衛氏の本所緑町家は、長信門人の作多有、長森の家系とされるが、下谷岡千町家の分家とも言われる。別の弟子、勝田地区王も、 カツタケを立てるが、孫の代以降は消滅した。ありがとうございます。